あ、ちいちゃんです。5個来てた最初に。知ってるよ、うん、あ、来てたわ来てたわ。あ、知らなかった、ごめんなさい。10個からね、イベントアイテムね、10個から。疲れてるから10個ちょうだい。10個ぐらいいいじゃんね。え、うん、ポンポンとトントンと。痩せたよね。痩せたね、めちゃくちゃ痩せた。戦ってきたからね、町田で。これ借用書、これをね、パルちゃんに書いてもらわない。借用書、脱毛はね、本当は町田にあったんだけど、こっちじゃないとダメなんだって。関西で一回お金払っちゃってんだけど、あ、駒井君にもだね、用事でね。脱毛行かないとダメじゃん、せっかくお金払っちゃってるから。もったいないじゃん、1回しか行ってないから。そう、辛いね。店舗はね、店舗がさ、東京ダメなんだって。エミナルってところ、なんだっけ、エミナル、メンズエミナル、めんどくさいよ、うん、そう、エミナル、メンズエミナル、クリニックじゃない、クリニックか、うん、そう、久しぶりに帰ってきた。あの荷物さ、まだそのままなんだけど、カート買ってさ、途中でホームセンターで、段ボールのまま、まだ手つけてない、うん、しんどくて台車のまま。めっちゃ家綺麗なんだけど、めっちゃ綺麗、掃除してくれてるわ。で、ふわっちのさ、景品とか並べてくれててさ、マネージャーのお母さんが掃除してくれててさ、いろいろ見てた、さっき。あ、こんなのあるんだと思って。こんな、あと iPad も届いてた、ふわっちの家から。あと iPad のケースと本体、すごい。これ買ったら高いんじゃない iPad。 やっぱ誇張欄かかってる、誇張欄かかっちゃってる。ちょ待って、ちょ待って待って、誇張欄かかっちゃってる。すごいよね。あとこれスタンド組み立ててくれたんだな、マネージャーのお母さんが。これと T シャツとタオル、タオルとこれか、アクリルスタンド。あとこれだね、金の盾、これ4 5 4 5 6 7、全部で4枚。で、5枚目が来るでしょ。もう飾るとこなくなっちゃうね。5枚目今月来る。10個出す、来い。サリちゃん OK。飾るとこなくなっちゃう、これ。全部縦になっちゃう。うん。こいつと、大阪帰ってきましたよ。ほら、帰ってきた、大阪。町田はさ、こんな景色ないでしょ。町田は大阪じゃないとねえ。町田はダメだよね、町田はねえ。雨途中で降ってきたね、降ってきた、すごかった。疲れた、
町田はダメだね、やっぱりウーバーもすぐ来ないし、ウーバーすぐ来るからね、ここ、うん、やっぱダメだわ、町田は二度と行かない、町田田舎すぎて二度と行かない、家がいいね、やっぱりね、ダメだな、そこは、これ都会のど真ん中だからね、マジで最高よ、立地は。でも大阪の顔してる？してないんだよね、俺、僕大阪の顔してる？大阪のイメージあります？埼玉顔ないよね、引っ越すか、埼玉顔だから引っ越そうもんね、脱毛行ってパルちゃんに借用書書いてもらったら、まだ行くか、脱毛がめんどくせえから早く行かないと。あー疲れた、マジで。視聴者配信した？してない？あ、カニャからプレゼント。してない？事件か？事件？嘘。あれ？今日の朝はツイキャスやった？あ、もう性欲を発散してるか？爆発してる？ワンちゃん大爆発してる。休むってした？あ、やってないんだ。朝見に行ってくるか、明日行くか、明日ねえ、絶対あれだよ、配信しないよ、俺ずっと大阪にいたら配信しないから、養分に負けたのが多分相当効いてるんだと。うん、じゃあこちらなんですけど、お前がおりゃ、多分ね、狛江もやってない、病んで寝込んでるよな、2位だったのが相当悔しかったんだよ、誰もやってないの。養分はなんで東京行ったんだろうね、金目がありがとうね、エリちゃん、なんで行ったの養分、行き違いやん、俺とイベント、何のイベント、あーケーキどんつく、あーシャネルちゃん、あひらがなった、お前がギャンブル、イベント、カジノ、あマージャン、マージャン大会、ふわっちのカジノ収録、ふわっちの撮影、アミューズメントカジノイベント、マージャン出ない、カジノ誰が出るのそれ、マージャン出ない、うん、なんかふわっちのさ収録のなんか配信なんだっけ、企画だっけ、マージャン大会でしょ、なんかよっさんのマージャン大会みたいなやつね、初心者マークくださいね、言わなくても投げてください、初心者マーク今来た人ね、全部投げちゃって行っちゃって、ゼロ率いける、ゼロ率来てる、ゼロ率行っちゃって、初心者マーク、昨日ゼロは昨日やってたけどね、今日はやんないのかな、もしあのゼロ率さんいたら初心者マークだけお願いします、せいちゃんにって言われてたでしょ、ゼロに言われてない、せいちゃんに無料投げてあげてって言われてた、言われてるでしょ、もう率先してお願いします、言わなくても養分からも言われてるでしょ、ゼロリスさん、ゼロリス天候どれぐらいいるの、ゼロリスさん絶対いるよ、昨日ゼロワンが来てくれたからふわっちに多分結構いるよね、ほらゼロリスさん、ほらほらめちゃくちゃいるよ、ゼロリスさんありがとうございます、めちゃくちゃいる、ゼロワンのおかげだね、昨日来てくれたからね、ふわっちにありがたいね、ほとんど TikTok から来てる人かな、
ほとんどじゃんこれ。カバリスいないんじゃない、これゼロリスさんに見られてるってことこれ。もうやめようかな、やめていい、カバリスいないね、これゼロリスさんやほとんど見てんの。面白いのこれ、面白いですか、やめていいですか、終わろうかなこれ。カバリスいないよ、ほとんど2割ぐらいしかいないこれ。カバリス、うん、誰リスだと、どこリス、ゼロリスやん、ほとんどゼロリスやんかこれ。伊藤、養分伊藤リスナーいる、うん、養分リスナー、カバ、ゴリラ、貴重、うん、松平、貴重、豚リス、豚は誰だっけ、豚って誰、パルちゃんか、パル、うん、ただいま疲れたのに、マジ疲れた、長距離運転しんど、ただいま、ちょ、おかえりファンタお願いします、誰か、おかえりファンタ、まだ入ってないんだけど、だから気合が入んなよ、おかえりファンタお願いします、どなたか一発でいいんで、いいですか、おかファンください、10個しか入ってないから、いいですか、ちょっとダブル GP 見せたくない、見せ物じゃないから自慢になっちゃうから、誰も持ってないんで俺以外、おかファンお願いします、おかファンいいですか、イベント相手のおかファン、おかえりファンタいいですか、いい、ちょっと軽く、いいですか、おかえりファンタ、気合が入んねんもん、気合が、今から4時間やるぞっていうね、気合が入んねん、おかえりファンタもらわないと、強いの言って、強いの、いい、ちょっと強いの、10個だ、すごい、あ、特命さんね、ありがとう、養分リスナーさん、いい、ちょっと強いの、飛ばないね、あれ、なんかしたか、難しいね、ファンタスティックって、あ、50個ですか、ケーキ、レインボーエクちゃんです、大阪、なんかアイテム上がらんな、町田にいた時は上がってたのに、帰るか、大阪あかんな、町田の方がいいのかこれ、飛ばんなこれ、ま、帰ってきたばっかりなんだけど、帰ってきたばっかりでまた町田しか勝たんのこれ、金運が上がんねえな、こっち大阪ダメだな、もう解約するか、この家いらんな、うん、いらんわこれ、あ、いらんわ、解約してる、解約飛ばんし、いらんな大阪、なんで借りてんのこんなとこ、横浜でよくない、え、解約するかって、これ解約する、会社の住所も移してくれるか、マネージャー、ちょっとめんどくさいけど法務局行って、マネージャー行けるか、もういらんわこれ、相手も上がらんもん大阪、せっかく帰ってきたのに、なんだこれ、ファンタ一個も上がんないんだよ、ファンタが、早くする、うん、どれくらいするんだっけね、去年のね11月っていうことは11ヶ月ぐらい、早くしろもう、うん、町田がすごい暑いね、町田やばすぎたマジで、早くしろ、1年経ってない、1年は済まなきゃダメなのかな、なんか契約があるのかな、貴重に投げすぎました、つまたまで、カバリスさん貴重に投げすぎてもう投げれないってこと、俺に全部全力でいっちゃったの、貴重さんの聖杯に、
嘘でしょ。そしているだろ絶対いるだろ全力で。バカお前さ、もういい加減しろよマジで。なんで全力でいっちゃうの人のイベント。それカバリスじゃないよそれ。なんなのそれ。推し変えた貴重君に。マジかよ。金太の一人取られた。ここ行った。おーお帰りなさい。誰あれ初めての方だよ。00の方、女の人、誰だこれ。ありがとうございます。ポリスガリさんかな。でもに虹のマーク入ってたな。虹のマーク、あれおかまいまいのリスナーさんかな。おかまいまい虹だったよね確かね。レインボーだったね。おかまいまいのリスナー、まいまいリスナー、ありがとうございます。ありがちょま。まみちゃん名前変えてんの、ありがとうございます。嬉しいですね。なんでこっちのアイテムくれたんだろう。ルーキーの方欲しかったのに。ルあれマーミーだ4、マーミーだ4、マーミーさんなんす。マーミーだ4 ID がそうだった。せいした。せいちゃんだ4、マーミだ4、ハッピーちゃん、ハッピーちゃん幸せにしてくれるのかなアイテムで。できればさ、あの ルーキーの方が良かったですね。ルーキーの方がなんであのプレゼントボックス行ったんだろう。こっちを1位にしたいのかな。ねえ、フレンズの方を1位にしたいのかな。あ、シュールストレミングまだあるよ。まだ爆発してなかった。初心者マークください。今来た方、初心者マーク大至急。コメントがさ全部埋まっちゃうからさ、もう無料アイテムで全部今ちょうだい。全部ありがとうございます。全部マークで埋まっちゃうからさ、コメント欄が一回全部投げちゃって。今来た方全部全力でいっちゃって。いった、全力でいってる。後から来るね。後から一気に投げてって言ってるやん。一気にねえ、全部いっちゃってって。後から来ないで、後から。え、すごいなこれ。今いっちゃってって、全部全力でいってる。いってんのこれ。後から来るやんこれ。めっちゃ今来た人いっぱいいんのこれ。今来たぜなの。投げた全部。こんばんは、ありがとうございます。ただいま、ういっす、ういっす、ありがとう。
ありがとうね。あ、大阪の人じゃん。悪兄さん。ありがとうございます。大阪の人。フォローもされてないけど、ステージウスとか言って。ありがとうございます。フォローもしてない方から。あ、のんちゃんいらっしゃいね。フォローもしてない。ステージオスとか、ウスとか。ねえ。フォローしてから言ってくださいよ。お前のこと知ってるよって。なんでしないの悪兄さん。してくださいよ。いや、真面目じゃないでしょ。してくださいね、フォロー。あー、ヒロさん久しぶりじゃないですか。ヒロさん待ってましたよ、昔タントの時。あー、揉めた。え、俺とタント乗ってる時揉めた。俺と揉めたの。嘘、なんで揉めたの俺と。え、茨城の水戸の人誰。うさなんだっけ。うさたん、うさたんなの悪にいって。うさたん本当コメントで思った。そう、政治の担当修理する話で。うさたんではないよね。ベルト揉めたんだ。どこの人、水戸、関西来た時。あ、関西の人だね。揉めたんだ。なんで揉めたんだろう。なんか僕が悪かったのかな。僕が悪かったっす。誰が悪かったんだろう。全然覚えてねえわ。タイミングベルトを交換するの揉める、普通揉めなくない。お互い悪かった。何年前、4、5年前。あ、それで怒ってるからフォローしないんだ、俺のこと。フォローしてくださいね。悪兄さん。5年前。まだ根に持ってんじゃない ?5 年前ってしっかり覚えてるってことは。根に持ってるでしょ。まだムカついてるでしょ、俺に。もう殴ってくださいよ、悪兄さん。いや、嫌がんないですよ。だって知らないもん、だって覚えてないもん。タイミングベルトで揉めたとか全然覚えてない。喧嘩の原因が分かんない、うん、お互いって言ったか怒ってない、大丈夫かな、うん、あ、フォローありがとうございます、悪兄さん。もし今度ベンツがね故障したらお願いしますね、悪兄さん。ベンツ故障した、うわー、誰誰だ誰だ、うわ、マーミさん、いいんですか。今までは赤出しだったけど今回は匿名で行くんですか。へえ、ハッピーだ4、匿名で行くんですね。ファンタだ4、ハッピーだ4。なんでハッピーなんだろう、名前が。こんばんは、初コメさん、いらっしゃいませ。もしよかったら無料アイテムお願いします。マーミだ4、オカファンだね、オカファン。マーミいいよ、マーミ、うん、あ、今幸せなのか、それでハッピーなのってのか、今男がいるのか、できたんだ。フォローいいですよ、エリプーさんね。申し訳ない、無料アイテムない、エリプーさん。無料アイテム1-0、誰かフォローしてるな。誰かいるんじゃない、推しが。エリプーさんは2番目ってこと。そのフォローしてる人誰、教えて。今1人フォローしてる人、これ2番目でしょ。エリプさん教えて、誰をフォローしてんの、教えてくれるか。2番目は選んだ、1番じゃないと悪いけど。誰かフォローしてる、俺以外フォローするな、
今日やり始めて誰をフォローしたんだって聞いてる、うん、会話できてないぞエリプ。あなた一人をフォローしてる、その一人を誰か聞いてる、誰をフォローしてる、早く言わねえとな、うん、ないっしょ、どうせゼロワンだろ、おいゼロワンだろって分かるんだよ俺には、どうせゼロワンだよ、ゼロリスだよ絶対、みんな川西取られちゃう、川西に、誰それ、ゼロワンを知らない、まゼロワン知らないってやばいよ、絶対やばいって、ふわっち始めたばっかりなの、やばいよ相当やばいよ、え今日始めたばっかり、お前が一個です、おーありがとう、あブロンズね、ブロンズの方いいよ投げなくて、僕より稼いでないからやめて、無理しないでね、自分に使ってください、いらない、うん、ブロンズだもんだって一個ってよく投げれたね、一個投げれないぞ俺ね、普通一個は、うん、自分に使って一個しか投げれないったらもう投げなくていいから、無理しないで、あ余裕のある方だけが課金するべきだと思ってるから、うん、あ2番目フォローありがとうございます、エリプルトね、あ、CM で当たったの5倍ね、バカにしてないだろ、ちょっと待って、俺バカにしてるとか言われるんだけど、バカにしてないよね、バカにしてるの、してないから、あのさ、いやめちゃくちゃ優しい配信者さんだと思うよね、えしてないから、160円のアイテムをね1個投げるぐらいだったらもう投げなくていいって言ってる、それだけやっぱ収入が少ないんでしょ、もうそういう収入が少ない人からいただけないって言ってる、めちゃくちゃ優しいよ、こんないないよ、うん、生活保護の人でしょ多分、そのもらえないよ、うん、前から言ってる俺は、そうめちゃくちゃ優しいと思うよ、もう自分に使ってね、お金さんどん作らすかい、ナナちゃん、ラスコ、ありがとうございます、優しいよ、めちゃくちゃ優しいよ、うん、当たったやつは他に投げていいよ、一個とかだったら、うん、養分のとこ粉揚げすごかったね、うん、フレンズケーキどん作らすかい、ありがとう、ブランドの方、さっき一個投げてくれた方大丈夫だよ、ブロンズなんだ、あー10個の20倍ラスコイ、あー誰誰、トカメさんか、トカメちゃんだね、優しいでしょ、うん、そうだよ、ほとんど9割は貧乏人だと思ってる、あのこれだけ今1800人いるけど、あの課金本当にしてくれる人って10人ぐらいしかいないんだよマジで、9割はほとんどが無料アイテム、そう本当に課金してくれてる人は10人ぐらい、ガチで課金してくれる人は、うん、マジレアだよ、うん、こんばんは、ゼロ分かった、勉強してた方がいいよ、ゼロはね面白いからね、一番人気があるよ、ふわっちで、もう TikTok 行っちゃったんだけど、 TikTok 行っちゃったんだけど、 TikTok が1週間バンだから、昨日ふわち来たんだけど今日はやってない、うん、TikTok の人になっちゃったけどね、昔はねすごかったね、ふわっちね、今でもすごいんだけど、ちょっと枠開けたら4000人ぐらい来る、4000人だぞ、僕のダブルスコアより上だ、バンになっちゃった、ふわっちよくわからない、初めてわかるで、わかんなかったら潜ってないよ僕初めてさ、ふわっちやった頃はそんなコメントしなかったけどね、
とりあえずボケーっと見て、あ、こんな感じかって覚えてね、初めてコメントしたけどね、大手さんに、うん、まずね、大手さんにアカウントを出してコメントできなかったね。僕は引っ込み思案だから、あ、よくできるね。普通できないで、大手さんに。おかえりファンタスティック、ペンチャーラスカイ、あ、ペンチャー帰ってきた、大阪すごいな。アカウント出して始めたばっかりでこんだけの人が1800人もいる中でコメントをするってすごい、大した度胸だね。うん、こういう人は多分出世するんだろうね。いや、すごいよ、褒めてるよ、エリプーさんね。すごい、メンタルが強いんだね、あなた。うん、リアルな仕事でもうまくいくね、こういう人はね。うん、普通はできない、みんなの前で。褒めてるよ、あなたね、度胸があるよ。できない、普通は。あなた配信者になりそうだね。配信 やってみる。言ってるそばからもうフォロー3人してるわ。誰をフォローしてんだよ。配信やりそうやな、こういう人。承認欲求高いわ、無駄に。配信者になるよ、ほら3人フォローしてる。タヌキが分かんない。アイコンはこれ AI だから。あ、リスネ行く、ちなみにおいくつなの？おいくつ？エリプーさん。これなんか相沢さんに似てんな、顔が。相沢さんじゃないよね。なんかちょっと雰囲気が相沢浩紀に似てるわ、ちょっと。またこういう話すると相沢さんって誰ですかとか始まっちゃうから、めんどくせえからあんま言いたくないんだけど、こういう人って なんでもなんかね、聞いてくるタイプじゃん、この人って。めんどくさいんだけど。可愛い？僕あんま好きじゃないな、この顔は。うん、聞こうと思ったでしょ。やめて、めんどくさいわ、初心者の方にさ、ふわっちの全てを教えるって何時間かかるよ。もういろいろありすぎるって、ふわっちはねえ、何から喋ったらいいかわからないもん。うん、自分勉強して、うん、ただ潜って、もうコメントしないで、エリプーさん何も置かないでしょ。とりあえずあなたも毎日来てね、無料アイテムだけくれればいいから、あとは葉っぱつけてコメントしてね。課金できるようになってからアカウント出してください。以上。めんどくさくて潜って、 それももうさ、葉っぱでコメントして。ここはさ、あの無課金は目立たないでほしいの。課金してくれる人だけが目立ってほしいから。ドンつけたスカイです。アフーちゃんです。結構多枠で見受けられる。あの、やっぱアイテム上がってないところは無課金の人が出しゃばっちゃってる、一番ダメ。ここ課金サイトだから、あの、課金してくれる人が目立たないといけない。で、無課金の人は課金してくれる人をこう立てないといけない。うん、ドンツクラスコイファンタスティック。おお、ハッピーだよ、ハッピーだよ、さんありがとうございます。そうそうそう、3発目ハッピーだよ、ありがとうございます。赤出しのね、無課金はね、ちょっと邪魔というか、なんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいんだろう、ちょっとあのオブラートに包んで言い方して、なんか僕いらんこと言いそう、なんかない、うまく表現できない、なんていうの、無課金の赤出しは、なんて言ったらいいの、そう、これ接客業だと思って、お店だと思って、お客様になんて言ったらいい、おい、なんだよって、俺ボトル入れねえけどよ、あんまり偉そうに言ったらダメなんかよ、シャシャルナはダメだよ、シャシャルナは鬱陶しいはダメだろ、
空気読めもダメ、黙れもダメ、お控えください、お控えください。ミラクルボックスドンツクラスコイロックさんです。あ、今日は匿名なんですね。お引き取り、謙虚にお引き取りください。お控えなすって10個2倍ラスコイ、ありがとうハッピーチャレンジラスコイ。そうだね、無課金ができることはこれだね、ラスコイね、ラスコイ、うん、で課金者を立ててほしい。ありがとうせいちゃんに課金ありがとうございます。皆さんで盛り上げてほしいね。普通に赤出しでこうコメントはやめてほしい、無課金の方は、うん、黙ってほしい。あとはコメントするんだったら葉っぱをつけてほしい、葉っぱをね、うん、やっぱりお金だ、お金をかけて応援してくれる人を大事にしたい、うん。初コメでゲボ吐いてんじゃねえぞてめえ、なんだこいつミニチンってお前気持ち悪いってこと、なめてんのお前、初コメでゲロ吐いてんだけど、これ何なのこいつ、アンチ、気持ち悪かった、何こいつ、失礼じゃない、何ホワイト誤爆、あこういうやつたまにいるんだよね。なんかね、初コマでさ顔文字1個だけ打ってくるやついんだよね最近、何なんこれ、ゲロ吐いてんだけど、でーって気持ち悪いって感じでしょ、やめてんね、うん、最近変なの多いからね。うん、速報、ユーンって女配信者が脱税、脱税はダメですよ、うん、ごめんなさいって謝ってるけどね、脱税わかんねえ、なんて名前、ユーミン、昔はね脱税はね結構閲覧取れたんですけど、昔はね国税が入ったとかタイトルでやるとね、ほとんどのプラチナプラスの人今払ってるからあんま湧かないんだけど、前はすげえ湧いたんだよね、国税が入ったとか、うん、あいつは税金払ってないとかそういうタイトルにすると1000人2000人めちゃくちゃ来るんだよ、うん、今は数字取れないね、みんな払ってるから、ね、ほとんどの人がプラチナプラス払ってなかった時代があった、うん、今はほとんどのプラチナプラスを払ってる、あまり湧かないんだよね。パルパルの差し押さえが湧いた、うん、でもなんとかなるでしょ、うん、ねえ、パルちゃんもプラチナプラスだし、かこいさんもいるしね、うん、だからあの埼玉万蔵さんね、あなたみたいな人を言ってる、無課金の人はアカウントを出してコメントするなって言ってる、目立たないで葉っぱをつけて、課金してくれる人だけアカウント出していいのは、わかる、やめてください、目立たないでくださいね、葉っぱをつけてください、そのために葉っぱため息怖くなってるから今、うん、控えてください、うん、無料アイテムを課金してくれない人は匿名で投げるべきなんですよ、うん、わざわざアカウント出すなって言ってる、無料アイテムもね、課金者だけアカウント出していいのはある、ダメなの、目立たないで言ってるだろ、なんで言ってるの分かんねえかな、マジでほんと分かんねえやつばっかりだな、パパめんどくせえのか、もうキツネ役にするぞマジで、キツネ役にどっちがいいんだ、キツネとタヌキ、キツネにするだろ、もうめんどくせえ無課金が目立ちやがって、お前たちいくらにしろよ、キツネにするかも、ふわっちアップデート入ってますからね、5時間前にアップデートしてくださいね、配信者の方もね、リスナーさんもね、バグの修正が入ってます、6時間前かバージョン 24.9.0 になってますからね、アップデートしてください、
ペンギンでいいか、ペンギンしようかね。タナシンゴさん、今日なんか奈々ちゃんとやってたね、10コラスこれ。なんだったのあれ、奈々ちゃん、6歳です。やってたね、今日奈々ちゃん。ねえ、たまたまマッサージ、たまたま、うん。そう、あのアカウント出さないで、無課金の方は。ね、わかりやすくして僕にもっと。うわ、50個5倍、名前言わないでいいよ、誰誰。あ、いいんですか。あ、ありがとうございます。匿名さん。名前言わなくて。250個。すごい。今日200万ポイント行きたいんですよ。あ、配信者じゃないですね。リスナーさんですね。虹がついてる方ですね。200万ポイント目指してて、もうちょっと頑張りたいですね。今160万ポイントなんで、今日中に200万ポイント行きたい。皆さん、応援お願いします。虹がついてるだけ。ありがとうございます。一回揉めた方ですね、なんか揉めた方ってまた来てくれたりするんですね。ね、さっきも悪兄さんも来てくれたし、うん、一回揉めましたね、この虹がついてる方ね。でもこうやって歩み寄ってくれてるってことはどうなんですかね。ユンは脱税なんかしてますよ。まずそのユンさんって知らないんじゃない。ユンさんって知らない。どうでもいいかな、僕的には。あ、ダイヤも帰ってくるね。ダイヤさんもね。知らない。知らん、ユン。知ってる。ある程度有名な配信者じゃないとあんま炎上しないですね。誰で終わる。ユーノさんはね、なんか配信休んでるらしいね。9月4日ぐらいからもうだいぶ経ってるよね。死んでる可能性があるね、ワンちゃん。ユーノさんツイートもしてない、配信もしてない。生存確認行った方がいいかもしれない。ユーノ心配ですね。ちょっと逮捕されたの、ユーノ。ダイヤはあの新しいアカウント作った。ユーノさんはどこに住んでんだっけな。住所割れてないんだっけ。実家だよね確か。リスナーさんイコール金金金金だよね。そうだよね、うん、みんなそうだと思うよ。課金サイトだからね。はい、こんばんは。5個5倍ラスク。誰が投げてくれるのって話になるじゃんね。リスナーさんからお金もらうんでしょ。はい、なっちゃんラスクです。ずっとリスナーだけどコツコツ頑張りましょう、奈々ちゃんね。